グレーベナは、ドイツ連邦共和国ヘッセ戦州、ホーゲルスベルク軍の都市である。グレーベナは、ホーゲルスベルク山地の北東、高度220メートルから500メートルに位置する。フルダの北西、約26キロメートルのシュバルツ川が与さ川に注ぐ、合流点に面している。グレーベナは、北は、アルスフェルト及びブライテンバッハームヘルスベルク、東は、シュリッツ、南は、 ラウターバッハ、西は、シュバルムタールと境を接している。グレーベナウ周辺地域の最も古い定住の痕跡は、紀元前2世紀の紛糾母時代の出土品である。グレーベナウの歴史は、クルツェヘッセン街道と密接に結びついている。グレーベナウは、おそらく800年頃のカロリング町時代の、城塞であった。政治的理由から、 ヘルスフェルトや古田地域もこの時代から不況が行われた。1270年頃にヨハネ騎士団の地域支部から本日だけが創設された。1372年、グレーベナウはヘッセンホーハクの支配下に置かれ、ヨハネ騎士団はグレーベナウの館を3000シリングで売却した。騎士団はこれを借金の担保として取り返したのだが、 宗教改革以後の1571年に最終的にヘッセンの領土となった。いわゆるハイニッシェドルフの2つのゲリヒトとゲリヒトグレーベナウはアムトグレーベナウとして統合された。1605年6月10日、グレーベナウに都市圏が授けられた。グレーベナウは19世紀にはヘッセンで最もユダヤ人の人口比率が高い都市であった。 グレーベン市役所グレーベナウの市議会は15議席からなる。ありがとうございます。